やっぱりプロレスっていうのは戦いであって、その誰かが勝てば誰かが負けるっていう、まあそんなねシビアな世界なんですけど、でもそんな中でも負けっぷりがかっこよくって、勝っても負けても注目されるっていう、そんな人気者になるレスラーが、やっぱりいるんですよね。だからついあの時こんな風に言っちゃったんでしょうね。よし、わかった。こうしましょう。こうしましょうって言ったらあれや。これは、一回、このシリーズ終わったら、まあ、来年ですよね。来年、何らかの形で、佐々木健介特集を一回やりましょう。これは何か買い。せやけど、普通に佐々木健介5番勝負なんてやっても、あんま面白くないっていうかね。それでは、ただのキャラ祭りになってしまうんで、やっぱりプロレスっていうのは戦いであって、で塩には塩のやり方、戦い方っていうのがあるでしょうから、最高の対戦相手を用意するんで、クレイジーなファンに勝てるのか、で他の試合より盛り上げることができるのか、塩には塩の戦いを見せてもらいたいですね。